こんにちは、みきみきです。私についてはこちらをご覧ください。リリアンではキャンバ講座や個人レッスンなどスキルアップを応援するための講座をご用意しています。気になる方、概要欄をチェックしてみてください。毎週水曜日と土曜日に動画を配信中です。チャンネル登録してね。チャンネル登録後、ベルマークを押すと新作動画のお知らせが届きます。本日は画像生成 AI どれがいい？おすすめの無料画像生成 AI を徹底比較というテーマでお送りしていきます。皆さん、画像生成 AI でクオリティが高いのどれだと思いますか？私の中では文句なしの第1位はミッドジャーニーです。ミッドジャーニー V5 のクオリティは本物の写真と見間違えるほどのクオリティの高さです。最近はですね、さらに 5.1 が出てクオリティもね、また上がりました。画像生成 AI でミッドジャーニーがすごいっていうのは皆さん同意見だとは思うんですが、一つだけ気になる点があります。それは有料という点です。ミッドジャーニーの現在の金額は月額10ドルからになっています。無料で使いたいという方からすると、有料というところが少しハードルに感じられる方もいると思います。なので今回は無料でクオリティの高い画像生成 AI を3つご紹介して、その3つの生成 AI が作り出した画像というのを比較していきます。はい、それでは行きましょう。今回ご紹介する無料で使える画像生成 AI3 つのサービスはこちらになります。1つ目はダリ2です。ダリ2は OpenAI が出している画像生成 AI のツールです。2つ目はレオナルド AI です。これですね、巷ではこのレオナルドが画像生成 AI 無料の中でですね、一番なんじゃないかっていうふうに言われていますね。まあ、無料っていうふうに言っているんですが、厳密に言うと1日に150クレジットずつ付与されているんですね。なのでこの中であれば無料で画像を作成することができます。使う前にはまずウェイティングリストに登録必要があって、入れるまでに約5日前後かかるというふうに言われてますね。そして3つ目がステーブルディフュージョンです。ステーブルディフュージョンは Web UI であったりとか、まあ、いろんなモデルがあるんですが、今回はブラウザ上で簡単に使えるドリームスタジオをご紹介していきます。モデルとしての豆知識として、基本的に無料の画像生成 AI はほとんどがステーブルディフュージョンをモデルとしています。ステーブルディフュージョンはオープンソースなので開発に使いやすいという点がありますね。で、ミッドジャーニーとダリがそれぞれ別のモデルを使用しています。なのでこの2つもクオリティが高いといった感じですね。ここまでが前提の1つ目です。そして2つ目です。今回は全て同じプロンプトを使用して作成をしていくんですが、シンプルなものから少しずつ複雑なものまでプロンプトをレベルアップしていきたいと思います。そして動物、風景、人間、まあこういった違ったジャンルのものを生成していきたいと思います。はい、それではやってみましょう。まずはね、簡単なプロンプトとして女性の画像を生成してもらおうと思います。で、基準を設けるために有料なんですが、まずミッドジャーニーで作成をしてみたいと思います。まず最初に使っていくプロンプトはウーマンだけです。はい、こちらで作成をしていきます。はい、出来上がりました。こちらミッドジャーニーの V5 で作成したものですね。もうクオリティがすごいですね。はい、もうウーマンって入れるとこんな感じでミッドジャーニーは作成できました。ここを基準に3つのサービスでどんな風にアウトプットが出てくるのかを見ていきたいと思います。レオナルドはこちらにプロンプトを入れていきます。ではウーマン入れていきますね。はい、出来上がりました。結構クオリティの高い画像ができましたね。画像っていうのは分かる程度ではありますが、結構細かくいい感じの画像生成ができました。はい、左側でですね、細かく調整もできたりするんですが、またそこは別の動画でご紹介をしていきたいと思います。こちらでモデルを選択することができますね。今ドリームシェイパー V5 というものを使っています。これが基本的に一番クオリティが高いかなというふうに私は思っています。はい、次はですね、ステーブルディフュージョンのドリームスタジオでやっていきたいと思います。はい、プロンプトこちらに入れますね。はい、でドリーム押していきましょう。ステーブルディフュージョンもクオリティ高いですね。まあ、こちらも、まあ、イラストっていうのは分かるぐらいではあるんですが、すごくね、おしゃれないい感じの画像が出来上がりました。はい、次はですね、ダリ2です。 OpenAI のサイトにアクセスするとダリ2自体にプロンプトを入れることができるんですが、無料の範囲が限られているので Bing イメージクリエイターを使用していきましょう。これは裏でダリ2が動いています。じゃあこちらにウーマンって入れて作成をしていきます。
他の無料 AI ツールだと人の顔を生成するとぐちゃっとなってしまうことってあるんですよね。基本的に今回ご紹介するサービスではぐちゃっとならずに生成することができるんですが、ちょっとこの打率のものは少しぐちゃっとなっちゃってますかね。どうでしょう。これはなんか結構写真っぽい感じで仕上がりました。ここもちょっとだけなんかアップにすると少し怪しい感じがありますね。この辺はなんか少し顔の様子が少しだけちょっとぐちゃっとなっちゃってるかなっていう感じですかね。このようにですね、顔の生成ってすごく難しいんですよね。今回のウーマンっていうプロンプトでいくと、3つのサービスだとレオナルドが一番クオリティが高いんじゃないかなというふうに思います。はい、次のプロンプトはこちらです。まあ、今回はですね、顔ではなくて海ということで、自然の風景をどんな感じでアウトプットを出してくれるのかっていうのを見ていきたいと思います。4つの比較こちらになります。ミッドジャーニーはね、さすがのクオリティですね。もうかなり細かくこの嵐の感じが表現できています。はい、こちらがレオナルドですね。レオナルドもミッドジャーニーと同じように結構細かくできていますね。こちらがダリツーですね。ダリツーもなかなか細かくできてますね。で、こちらがドリームスタジオですね。ドリームスタジオはちょっとイラスト感がありますね。こういったタッチの絵画はそれはそれでおしゃれですが、今回のプロンプトで比べてみると一番クオリティが高いのはダリツーかな、そしてレオナルド、ステーブルディフュージョンといったような順位ですかね。今回はシンプルな1単語のプロンプトだったんですが、もう少し複雑なプロンプトでやっていきたいと思います。リアルなのかアニメ風なのかとか、少し複雑なプロンプトを入れて作成をしていきたいと思います。はい、次のプロンプトはこちらになります。ライオンの画像を生成してもらおうと思うんですが、また細かくプロンプトを入れています。まずミッドジャーニーで作成したものですね。これはもう本物に見えますね。すごいクオリティです。もうミッドジャーニーは間違いないですね。そしてレオナルド AI ですね。こちらも少しつるんとした部分もありますが、かなり高クオリティですね。凛々しい感じ。レオナルドとステーブルディフュージョンはとにかくアウトプットの時間が早いです。ミッドジャーニーとダリは少し時間がかかります。こういった違いもありますね。こういった点から考えてもレオナルド AI はかなり優秀ですね。で、次がですね、ステーブルディフュージョンです。これめちゃくちゃクオリティ高くないですか。でもこれだけ見たらもう本物と見間違えるぐらいですね。お、ステーブルディフュージョン動物に強いのかな。ちょっとこのステーブルディフュージョンの画像生成どうかなっていう風になってたんですけど、このライオンで持ち返しましたね。で、最後ダリーですね。お、ダリーもすごいクオリティですね。え、あ、ちょっとどうだろう、かなりいいですね。ちょっと順位つけるのが難しいぐらいどれもいい感じですね。そう思うとレオナルドは少しつるっとした感じがまだ残っていたので、ダリかな。ダリが1位ですね。で、2位がステーブルディフュージョン、3位がレオナルド。ライオンはこの順位になりました。はい、次がですね、架空の動物です。ドラゴンを作っていきたいと思います。はい、プロンプトこちらですね。まずミッドジャーニーです。こういう映画がありそうですね。このキャラクターが今にも動き出しそうなぐらい鮮明です。はい、そしてレオナルド AI ですね。レオナルド少しまだつるんとした感は残りますが、なんかポケモンのキャラクターで出てきそうじゃないですか。なんかちょっと可愛らしさもあるドラゴンっていう感じですね。牙の感じとかもよくできてますね。そしてステーブルディフュージョンはアニメですかね。プロンプト同じなんですか。アニメ風な感じで仕上がりましたね。臨場感もあって、なんかドラゴンボールとか出てきそうな感じのイラストですね。まあ、テイストが違うのでちょっと比べるの難しいですが、アニメ風に仕上がりました。はい、で、打率はどうでしょうか。結構この鱗の部分とか細かくできてますね。これはアートみたいな感じですが、お、なるほど、打率いいですね。なんか個人的にはレオナルドのね、ポケモン風な感じのドラゴン好きですけど、皆さんどうですかね。ちょっとこれもかなり主観が入っているんですが、今回のミッドジャーニーの軸に考えると、1位が打率で、2位がレオナルド、
で3位がステーブルディフュージョンっていう感じですかね。まあ、今回はプロンプトにアニメーションとかリアルとか、まあ、そういう風に指示を出していなかったので、まあ、AI の方でリアルに作成をするのかアニメーション風に作成するのかっていうのを、まあ、各々が選んで作成したっていう感じですかね。でもぐちゃぐちゃになっていたりとか、もう何かわからないっていうことはないですね。架空の生き物もきちんと理解をして画像生成をしてくれました。はい、では次のプロンプトはこちらになります。宮崎駿監督のスタイルでファンタジー風の風景の画像を生成してもらおうと思います。宮崎駿監督の世界観をどれくらい再現できるのでしょうか。はい、ミッドジャーニーはこちらですね。これを見たら、あ、宮崎駿監督の作品だって分かりますね。すごい、さすがミッドジャーニーですね。そして次がレオナルドです。はい、宮崎駿監督の作品ではないと思うんですが、でもなんかすごい世界観があって私は結構好きですね。レオナルド結構クオリティ高いですね。で次がステーブルディフュージョンです。あ、なるほど。まあなんか分からなくはないですね。うん、なんかちょっとそのワンシーンにありそうな宮崎駿監督の作品を10回ぐらいこうなんかこうシンプルにした感じっていう感じですかね。はい、そしてタリツーです。またちょっと独特な世界観ですね。水彩っぽい感じの世界観で、おいいですね。おー、独自の世界観があっていい感じですね。あ、これもなかなか順位がつけがたい。打率かな1位ね。そして2位が、まあなんかスタイル的にはレオナルドの感じも好きなんですが、まあ、宮崎駿監督の世界観といったらステーブルディフュージョンの方が近いかなという感じなので、2位がステーブルディフュージョン、3位がレオナルドっていう形ですね。次のプロンプトはこちらになります。スパイのキャラクターを作ってもらおうと思います。実在しないキャラクターをどれぐらい上手に作れるのか、ここを見ていきたいと思います。はい、まずミッドジャーニーですね。すごいこうかっこよく仕上げてくれましたね。はい、じゃあ次レオナルド見ていきましょう。お、レオナルドすっごくないですか。これミッドジャーニーよりもクオリティ高いと私は思いますね。だ、結構レオナルドってなんかこういうキャラクター作成に強いっていう風に言われていて、この仕上がりは結構想像以上ですね。ダントツじゃないですかこれ。1位で、これっちがステーブルディフュージョンですね。なんかどっかのフィギュアでありそうな感じですね。そしてダリツーです。おー、でもかっこいいですね。また顔がちょっと少しちょっと怖い感じに仕上がってしまっていますが、うん、そうですね。もうランキングはもうぶっちぎりでレオナルドが1位、2位がステーブルディフュージョン、3位がダリツーといったような感じですね。はい、それではですね、ちょっと個別にもう一回振り返っていきたいと思います。はい、まずレオナルド AI ですね。もうね、私びっくりしちゃいましたね。レオナルドかなりクオリティ高いですよね。これを無料で使えるってすごいなと思うんですが、女性の表情だったりとか、この雨の感じとか情景描写も細かくできていますね。ただこう全体を通して思うのが、少しつるんとした感じのアウトプットなので、まだ写真というよりかはまだまだ画像感はあるかなという感じです。ただこのキャラクター作成に関してはもう有料の画像生成 AI よりもすごいんじゃないかっていうぐらいクオリティが高いものを作成してくれますね。これが無料で使えるのは本当にすごいと思います。そしてステーブルディフュージョンですね。はい、こちらも見ていくと、やはりちょっとつるんとした感じとかがありますが、この動物系ですね、このライオンの仕上がりはかなりクオリティが高いんじゃないかなと思います。あと同じプロンプトを入れても、ん、ちょっと違うかなって言った、まあ、なんかドラゴンの感じだったりとかっていうのもあるんですが、まあ、あの宮崎駿監督の世界観とかもまあまあ結構読み取ってくれたりとか、もうこのスパイの感じもね仕上げてくれたりしたので、ただこちらですね、もう完全無料というよりかは、まあ、無料クレジットがあって、それ以降は有料で入れていかなきゃいけなかったりするので、まあ、そういった面で考えるともうちょっと頑張ってほしいかなというような印象です。打率はですね、全体を通してあの顔の画像生成がもうちょっと頑張ってほしいところですね。この動物系はかなり強かったですね。このライオンとかはミッドジャーニーと比べても引きを取らないぐらいクオリティが高かったのと、あとドラゴンもすごく細かく生成できていましたね。
宮崎駿監督の世界観なんかもねできてしっかりと表現できていたりしたので、同じプロンプトでも結構独創的な画像生成をしてくれるのが DALL-E 2かなと思います。では総合的にランキングをつけるとしたら、まあ、私目線にはなってしまうんですが、1位がレオナルドです。無料でこれだけのクオリティの高い画像生成できるのは正直すごいとしか言いようがないぐらいすごいです。細かく調整もできたりするので、無料で使ってみたいなという方はまずレオナルド AI ぜひ試してみてください。そして第2位がステーブルディフュージョンですね。まあ、生成時間が早いっていうのもそうですし、使いやすい点がかなりポイントが高かったです。まあ、生成画像の点数っていうのも、まあ、平均的な数値、まあ、50、60点ぐらいのものを平均してアウトプットとして出してくれたので、ステーブルディフュージョンは第2位です。そして3位がDALL-E 2です。なんで3位にしたかっていうと、やはりこう顔の生成がこうちょっとまだ惜しいというか、ぐちゃっとなってしまうのがやっぱこうちょっと怖いっていうところがあると思うんですよね。顔を生成することって結構多かったりするので、そういった面でもうちょっと頑張ってほしいなと感じました。他にもね、いろんな画像生成 AI があるんですが、今回ご紹介した3つっていうのはもう基本的にクオリティが高いです。その中でのランキングなので、まあ、皆さんもですね、今日ご紹介したようなプロンプトだったりとか、まあ、他にもいろいろ試してみて、ご自身の好みのサービスっていうのを見つけてみてください。またですね、キャラクターものはこのサービス、まあ、そして人物はこっちとか、こういうふうになんか強みが結構あったりするので、使い分けるとすごくいいかなと思います。無料でこれだけのクオリティの画像を作れる生成 AI、すごいですよね。皆さんはどのサービスがお好みでしたか？この動画参考になった、使ってみたいツールがあった方、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。メキメキウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスキルアップをしていきましょう。また次の動画でお会いしましょう。